テレトビズ。世界最大級の家電と技術の見本市 CES が5日アメリカラスベガスで開幕。人や物の移動に関わるモビリティがキーワードの一つとなりました。自動車大手 GM ゼネラルモーターズはピックアップトラックシボレーシルバラードの EV 電気自動車を発表。The Chevrolet Silverado EV will harness the best of the Ultium platform and Silverado's proven credentials as the brand's best-selling nameplate, while offering a GM estimated range of at least 400 miles on a full charge. 2023年に発売予定で、競合するフォードやテスラの同じ車種を意識した価格は$39,900、およそ462万円からとなっています。また EV 市場への参入検討を発表したソニーグループは SUV の試作車を公開しました。運転席や助手席の前面にあるスクリーンはタッチパネル式で、自由に画面を操作することができます。さらに会場ではインターネット上の巨大な仮想空間メタバースの分野の技術も注目を集めました。CES は1月7日まで開かれます。